チャンネル66。What's up 66夫人です。What's up ファインクリップ有馬です。はい。じいさん今日はいつもと違う場所ですが。そうなんですよ。今日はファインクリークレザーズ2024AW コレクションにお邪魔しております。お邪魔しております。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみにしてた。あ、本当ですか。本当にもういろんなこと聞いたんだけど何も教えてくれないから、山崎氏は、ね、で入ってきた途端に目についたのはこちら新作、はい、新作ですね。トライラックスラインから、ラックスラインから、ラックスラインから、またもやラックスラインから出てます。新作、名前がトライアングル、トライアングル、はい、トライアングル、なんでトライアングル、トライアングル、なんで名前がトライアングルかというと、それはですね、この上に、そうスタイルなんですけど、うん、上にワイドを持たせて、うん、こうまあ逆三角。なるほど。このシルエット、このシルエットが特徴的だっていうことですね。そうですね。すごい。もう見た感じ、そうでしょこれ。すごいです。なぜかというと。すごい。すごい。綺麗です。ね、美しいよね。はい、美しいです。ありがとうございます。そう、で美しいっていうので、うん、僕も聞いたんだけど、この変化がすごい。まあ変化すごいですね。ね、まあ、もうちょうど今ね、有馬くんがね、はい、来て僕着させていただいて、はい、もう新品の状態だと、まあよくね言うんだけど、アインクリークのデザインって、うん、新品の状態だともう本当に美しい感じ。そうですね。綺麗、綺麗。混んでいくことによって表情がガラッと、そうですね、まあ格別もんな感じの表情に変化する、ね、すごいシンプルなんだけど派手、派手っていうことで、ね、そうですね、ということでこのシングルの、スポージャケだね、あ、スポージャケになりますね、ね、はい、うん、が新作として今回は出ます、うん、1点出ますね、1点、はい、はい、まあ、詳しいちょっと仕様の方法、ええ、うん、まあ、全部が全部っていう部分だとすごい長いことになっちゃうから、ええ、うん、ざっくり、ざっくり、うん、ちょっと説明してもらおうかな、ポイントだけ押さえさせていただければなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最初にちょっと革の厚みは2ミリ厚のサンドイッチの革、うん、はい、にリッチモノの仕上げ、リッチモノの仕上げ、ちょっと光沢のある仕上げをしてます。もちろん、サンドイッチだから写真、あ、まあ、写真皆さん大好きな写真っていうものが出てくる、はい、感覚なんですよね、はい、でこだわりの部分って言ったら、こだわりの部分って言ったら、まあ、まあ、2つ目は、まあ、肩幅を、うん、普段のライダースよりも多く取っているので、はい、うん、上がちょっとビルドアップされてる、よりなんかその男らしいアメリカンなスタイルの革ジャンになってます、で、あとは、うん、ウエストポイントをちょっと下げてるのと、うんうん、で下げてちょっと首でさせている、うん、ちょっとエロい感じ、そうですよね、あとはもう全体的にパターンが曲線で出来上がっているっていうのはもう、まあ、ポイントになってます、ね、まあ、前回から前回の黄色くからもうそんな感じで作られてるってことですよね、もう本当に見た目はねすごいシンプルに見えるね、うん、見えますね、うん、で、すごい本当にトルソーに着せてもすごく綺麗な、そうだよね、うん、もちろん人がこう着てもすごく綺麗に着れる感じだと思うね、え、襟がちょっとね、僕的に好きっていうか、こう特徴的っていうか、うん、すごく今までにないような感じのこのシングルな、うん、ジャケットかなって思うよね、で襟の部分でいうと、うん、こう首に沿わせるように曲線を描かせていただいて、うん、さらに後ろの方で一回戻る、うん、ちゃんと深くかぶる、うん、まあ、立った時にちょっとかっこいい、ああ、なるほどね、ようなスタイルのスタイルパターン、はい、ちょうど横向いてるんだけど、あ、ここすごいねこれ、はい、腕、はい、はい、腕の振りが振りが、はい、今までのライダース、まあ、うちの作品の中で今まで一番腕を
曲げて強調させていただいております。はい、曲げて、ま、あの曲がってます、一番曲がってます。曲がってます、曲がってます、曲がってる。本当にあのすごくこう曲線が強調されて、曲がってるっていうのも、まあ、綺麗なラインになってます。そうですね、ね、振らせていただいてます。はい、すごいかっこいいですね。実は肩がちょっとなんかいつもと違うようにも見えるんですけど、肩もワイド取ってる分、こうワイドを取ってるんですけど、肩幅は広めに取ってるんですけど、こういったこうパターン上こう落としていくので、ワイドを取ってるんですけど肩が張らないような、でだからトルソーでもこう綺麗にラインが出てる感じなんですね。どうですか、ジンさん。素晴らしく綺麗としかもう俺は本当に言いようがない、うん、ジャケットになっております。で後ろもえで1枚側使わせていただいて、でよりこう逆三角形のような、うん、逆三角形のパターンを作っているので、こう肩幅がすごく広めに見える、うん、すごくワイルドね、バックスタイルですね。まあもちろん皮は大きいんですけど、うん、より男らしく。なるほど、なるほど。で腰の帯も結構太めに、あ、そうですね、ね、はい、うん、太めに取ってるのと、あとステッチャーを今回です。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。ステッチ幅を変えることによって、こうバッカリングとかもやっぱり変わってくる。バッカリングの出方。ね、まあ、こうやって着込みのものを着てみてるんだけど、やっぱりバッカリングがこうね、深く長く出てるっていうのがね、うん、すごくかっこいいというか、より手の、ね、変化が、そうだね、うん、変化がね、すごいですよね。と、うん、いうことで、ラックスラインってことだから、またね、ファインクリーンの心臓ありますが、はい、ああ、もうもちろん、まあ、もちろん、あの僕ともう一人の、うん、2人でね。で山崎氏の頭の中のものをこう作り上げるってことですよね。素晴らしいです。でこのね、皆さんね、気になるところ、サイズ感なんだよね。ええ、うん、サイズ感ってどんな感じだろうね。サイズ感は、うん、あのウエストシェイプされてるんですけど、うん、まあ、あの普段38着てる人は38、うん、有馬さんで僕で38着てるんで、はい、まあ、同じサイズ感で大丈夫なんじゃないかなっていう、うん、感覚。まあシェイプはされてますけど、僕でその今のね、ちょっとレオン、Gさんで何インチ？このレオンで40インチでちょうどいい、はい、うん、でだから僕も40でも、うん、いいんじゃないかなって思います。胸の方はゆとりは取ってるんで、うん、まあ胸幅ある人とか、うん、まあこのまあ、サイズが変えず、うん、まあ、ここら辺はゆったり切れる感じになってます。なるほど、なんで、まあ、42でも切れないことは、ね、いい感じに切れると思うんですけど、あ、そうですね、うん、まあ、40インチぐらいの人はまあ40でいい、うん、ただお腹がね、ちょっとバンって張ってる人とかはちょっとこの辺がきつい。そうですね、ちょっとそこら辺だけ気をつけていただければ、うん、いいですね。はい、中に何か切る際は、まあ、ワンサイズアップした方が、うん、まあ、より着やすいんじゃないかな。そうですね、はい、ということでね、まだね、僕も来たばっかりで、全容っていうのがしっかりちょっと分かってないので、またね、ぜひというか際にはね、お客さんに説明できるように、はい、勉強して帰りたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上となります。今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあ次回の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら、またね、またね。じゃあはじめくんに寄せたいでしょ。